皆さんこんにちは、ワンダルグリフィジです。今回は信長の予防神聖徳川家康編続きをプレイしていきたいと思います。前回前々回と信長亡き後の織田家と決戦に及び連戦連勝、ご覧のように勢力図が入れ替わりつつあります。今回はさらに織田軍を追い詰めていこうと思っています。まずはですね、孤立している郡上八幡、大野城、この二つの城を取っていきたいと思います。外交政策としては、北条、上杉、柴田勝家、そして秀吉。これらとは一旦、融和政策を取って、織田狩りを最優先という形で進めていきたいと思います。では、ゆっくり時間を進めます。まあ、なんといってもね、織田家の領地を、切り取れば切り取るほど強くなる、まあ、そういう状況がありますので、まずはね、1にも2にもこの織田家の残っている領地をかすめ取っていく、これを進めていきます。で、その他大きな変更点があります。一つが軍団制を敷きました。なのでこれによってですね、まあ、直接家康が指示をする。まあそういうね、城の数が減ってます。まず一つが信康の軍勢ですね。ここはですね、尾張、美濃、織田から切り取ったばかりの領地になりますけども、ここに鳥居元忠を、まあ、副将格でつけて、信康軍団。もう一つが石川数正の軍団ですね。これは、まあ旧武田領を中心に展開しています。この、軍団制がうまく機能してくれると、プレイがだいぶスムーズに進んでくれるんじゃないかなというふうに期待をしています。石川五右衛門が、登用できますね。知略81、武勇74は、なかなか強いですね。年齢はまだ17歳。うまく使っていきましょう。ついてまいれ。信康が一足先に大野城に攻め込むんだな。まあ、ここは信康に任せておけば、うまくすれば攻略完了してくれるかもしれないですね。やってみせましょう。まあ、兵力はこの後いくらあっても足りないぐらい、織田軍との決戦がまだまだ続くので、節約したいですからね。大野城を信康軍団が制圧してくれました。まあ、が手に落ちた。家康が自ら出陣する必要がなかったという点では大きいですね。で、さらに郡上八幡に対して信康が軍勢を送りましたね。さあ行くぞ、腕が鳴るわい。なかなか信康の手腕が、いいかなっていう感じがします。じゃあ肝心のその信康の、まあ、武将の能力ですかね、ちょっと見ておきたいかなと思います。こんな感じですね。統率が76、武勇が87、まあ、知略と、まあ、政務に関しては、まあ、盆栽と言えると思うんですけども、統率と武勇に関してはなかなか強いですね。年齢も26歳。まあ、信康はですね、信長が存命中、武田との内通を疑われて、家康自ら処断するっていうね、まあそういう、非業の死を遂げた、それでよし。武将、家康の息子ではあったんですけどね、ここではうまく生き延びたな。はい、郡上八幡も、信康が取りました。いいな。さて、では状況を見直しましょう。郡上八幡を取ったことによって、美濃一帯は完全に勢力圏に収めました。この後は近江、ここに攻め込みましょう。まあ、具体的には長浜、沢山、安土、この3つの城を取れれば大きいですよね。ここを取りに行きます。
勝家はどうだろう。これ見る限り、秀吉にかなり押し込まれてそうですね。北の庄、朝倉山、ここには大軍勢が入っているようです。さあ、では、沢山城に向けて出陣を行います。取りましょう。沢山城。遅れてはならぬ。大軍勢同士がぶつかりますね。秀吉は北の庄に向かっているようです。戦が始まるぞ。嬉しゅうござる。さあ、家康の本隊と、さらに、榊原康政、忠勝あたりが到着しました。これ、一挙に合戦に入ってもいいかなというシチュエーションですね。何をすべきぞ。部隊数が、家康が5、信雄が11、兵力が、信雄の方が4万6000と、まだちょっと多いな。となるとお指図、城へ戻ります。もう少し兵が集まるのを待ちましょう。皆のおかげで打ち払えた。沢山城で家康本隊が激戦中、信康軍は亀山城に向けて出陣。これはいい兆候ですね。潰させてもでは、ここで合戦に入りましょうか。何をすべきぞ。まあ、兵力数ほぼ互角ですね。こちらには忠勝、康政、そしてもちろん家康もいるので、兵力数でほぼ互角の状態であればなんとかなるんじゃないかという期待感があります。あと敵には前田慶次がいるのか、まあ、うまくここは立ち回りましょう。康政、忠勝、そして家康ですね。では、開始します。我が軍略、甘く見る。さあ、ここでですね、忠勝が信勝と戦ってます。うまくここで忠勝が勝利してくれると大きいですよ。強い。一気に減らしたな、今、忠勝が。はい。忠勝が信雄を撃破、さらに近くの要衝も制圧。勝ちましたね。いや、忠勝のトンボ切りが発動するとめちゃくちゃ強い。ただ味方の、損害もね、ご覧の通りかなり大きいですね。敵もね、滝川一益、堀秀政、がもう氏里、前田慶次なんていうね、つわものが揃ってましたからね。損害は、まあ、大きかったかなとは思います。ただこれで周辺一帯をまた一気に威風をとどろかせて確保できるんじゃないかなと思いますね。一気に取ったな。近江一帯が完全に我々の押せる圏に入りましたね。確認します。長浜、沢山、安土、日野、これが手に入りました。でかいな。でかい。めちゃくちゃでかい。え、この後はですね、どうだろう。そろそろ、榊原康政、井伊直政といった、合戦も強い、政治力もある、そういう武将たちをこの近江に移してもいいかもしれませんね。はい。ではその後ですね、信康の軍が亀山城を奪取して、さらに織田軍の領地を切り取っています。ご覧のような最前線の状況になってます。安の津城と伊賀上野城が対織田戦の最前線。一方ですね、
畿内、特に大阪一円には、秀吉が軍を進めていて、この後秀吉と白鳥の戦いが始まりそうです。まあ、どっちがどれだけ多くの城を取れるかというところですね。なので、まずは大阪方面へ進出していきたいので、伊賀上野城、筒井城、式山城、そして石山御坊と軍を進めていきたいと思います。では、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをプレイしていきたいと思います。